雨です。どしゃぶり、どしゃぶりの雨です。今日は動画の中でも何回か言ってたんだけど、ケイトの誕生日付近であるところに行きたいよねっていうことをずっと言ってて。祭りね。祭り、北海道で超人気のあの祭り、はい、に行こうと思います。その祭りにどうやって行くかなんですけど、ちょっと初めての試みをしようと思っております。昼間夫婦初のキャンピングカー旅です。マジで2ヶ月ぐらい楽しみにしてたんだけど、めっちゃ楽しみだった。初めて、憧れのキャンピングカーかもしんない。ケンは特にじゃない。いや私も乗ってみたかったけど、ケンはもうバンライフとか車中泊キャンピングカーライフずっと憧れてるじゃん、うん、絶対5、60歳になったら買ってやるみたいな感じでしょ。買いたい、いつかそのお試しみたいな感じですかね、うん、でそのねお店がキャンピングラボさんっていうんだけど、ずっと前から知ってたんだよね、うん、北海道でめっちゃ有名で、うん、今回そのキャンピングラボさんからご連絡いただきまして、なんとめっちゃ見てくれてるそうで。あ、そう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 。こちらの動画ほぼ全部見てくれてる。いやそう、めっちゃマニアックな話まで知っていただいてて本当に恐縮なんだけど、ね、楽しんできてくださいって言ってくれたのでありがたくキャンピングカーお借りします。で祭りに行くと、うん、ただですね、はい、大雨なんですよ。ちょっと予想外ですね。夜風速10メートルとかって、うんそう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 、うん、キャンピングカー倒れんじゃない横に。大丈夫かな。っていうか祭り大丈夫、ね、祭り中止、うん、どうなるんでしょうか。キャンピングラボの小手山さんに。小手山と申します、よろしくお願いいたします。楽しみにしておりました。いやもう本当こちらこそです、はい、本当にありがとうございます。ぜひ素敵な旅に。いやありがとうございます、はい、ありがとうございます。土地で雨も降って今から使い方とか、はい、そうそうそう、ちょっとでかくない。あれこれハイエース、これハイエースベース欲しい。やばい。え、これ販売はされてないんですか。一応販売してないですね。あー、購入したらいくらぐらいなんだろうな。結構しますよね。はい、お願いします。わー、ここで脱いでいただいて。わー、どう、すごい、めちゃくちゃ広い。こっちもすごいすごい。あ、そっか、そっち側も。え、靴このまま乗せちゃっていいですか。大丈夫です、そのまま乗せちゃってください。靴置きもあんだ、すごいね。入れなかったら全然外側に置いていただいても。こんな感じで、ふかふか、うわこっち側も寝れるんだ。こっちも寝れるんだ。4人ぐらい寝れるってこと。6人寝れます。あと4人仲間連れてこれますね。すごい両親そうっすね、乗せれるんだ。確かに幅あるね。こうね、横に寝れるのがすごくない。車だよ、あのハイエースだよ、うん、ハイエースのワイドなのかな、うん、え、今日すごい寒いじゃないですか、はい、エンジン切ってる最中に、はい、なんかエアコンみたいなのって使えるんでしょ。可能です。あ、まあ、ヒーターついてるんですけど、はい、そこの下のとこから、あとは健太郎さんの足元のところから。あ、これだ。あ、こっちか。そうです。それがあるのも全然心配ないですね。あったけー。あったけー。え、1500W って書いてる。え、じゃあドライヤー使えるな。全然一応可能ではあります。ただバッテリーなので多少そのバッテリーの減りはあるんですけども、使用は可能です。でも電源付きのところに止まったりすればいい。あ、そうですね、それであれば全然問題なくバッテリーは大丈夫です。レディースプランっていうものを3泊4日以上の方に限定で、はい、白のアメニティが使えますよっていうものです。開いちゃってください。いいですか。はい、どうぞどうぞ。今回初めてのプランなんですか。そうです。へえ、ご用意させていただきました。へえ、わあアメニティで使用できますよってものになりまして、クレンジングウォーターと化粧水とフェイスクリーム。やばー、めっちゃ嬉しいですね。うん、加湿器。すごい、ご用意してます。これはいいね、持ってこなくてもいいんだ。そうなんですよ。ありがとうございます。はい、ぜひ利用してください。怖いねこれね、忘れそうだね。忘れてください。これに当たったりとか。ねえ、ドライブスルーやっちゃいそうじゃん。マックとかね、うん、怖え。高さだけお気をつけください。はい。くそかな。むしろいい匂いだ。トイレある。すごい。なので本当に困った時とかは連絡を使う。すごい。清潔感のあるトイレだ。テンション上がってるね。素晴らしい。トイレで。臭くないとね。恐る恐る今開けたんだ。臭くなんか。めちゃくちゃ良かった。
むしろいい匂いだった。いい匂いだったこのロック解除していただいて、結構重たいんですけど、ぐっと引っ張っていただければ、うおすげえキングサイズぐらいありますね。ありますね。180ぐらいある、ね、知らなかった。快適で、このはしごで登っていくって感じですね。出発します。楽しんでください。ありがとうございます。行きます。どっちだ、こっち。うん、うわすごい。うでも運転しやすいかも。やっぱ見やすいね、うん、上から 見下ろす感じが。シマ、ミルル、あんたたち、ほら、どうや。すごい、始まりました。実感湧かない、なんかキャンピングカーに乗ってるっていう。ねえ、楽しい出発します。県の憧れのキャンピングカー旅スタートです。高速乗ります。じゃあそもそも ETC ちゃんと認識されてるか。出た ETC 問題。入れた。入りました。久々の釧路。楽しみ。おお、みんな、うん、みんな、うん、早いよ。計60キロね。はい。なんか横揺れがすごいらしいんだよね。風の抵抗をもろに受けちゃうらしいから、うん、80キロ以上は絶対に出さないでください。うん、横転したりしたら本当やばいよ。うん、やばい。しかも道東方面鹿とかが出てくる可能性もあるから、うん、ゆっくり行きます。はい。おお、うわあ、怖い怖い怖い。ちょっとやばいね、雨。え、やだ、雨やだ、もうやだ。結構横殴りの雨です。風とさ、雨がやばかった。なんかキャンピングカーのね、その会社の方から電話来たの。今、風速注意報、風速警報、道内全域そう、出てますけど大丈夫そうですか、気をつけてくださいみたいな。それぐらいやばくて、まあでも、そこゆっくり安全運転して無事着きました。今日の食料調達のため、まずスーパーに行きます。で、結構海鮮とかも売ってるらしい、人気の。多分こっちの方にしかないスーパーかな。あった、行きやすスーパー広瀬。無事着きました。ラボ、ラボちゃん、ラボちゃん、ちょっとさ、このスーパーめっちゃ混んでんだけどすごいね。あ、いいね、あったかいもん食いたい。実はガスコンロでこうグツグツするだけのやつ。いいね、いいね。お刺身、うん、いいね。すごいすごいすごい。あ、ホッケでかっ。すごい、ホタテ198円、安い。しかもこんなんある普通。知らぬか。へえ。おい、でかっ、マダラ。え、タラってこんなでかいの。こっから立ちが出てんだ。ちょっとこれ見たくなかったかも。そう、すごい。うわ、たくさん魚ある。何、銀鲍って何。知らないのばっかりだ。うん、半額シール、半額シール。
音楽中になってる。ここは5時なんだね。5時です。はい。すごいいいスーパーだったんだけど、うん、本格的すぎて刺身盛り合わせとかなかったんだよね。なんか柵でドーンっていう感じの。それがまあ安い秘訣みたいな感じだし。そう。お家で食べる日だったら全然買ってたんだけど、うん、今日は少量で切り身が良かったので、ちょっと近くのイオンに行くことにしました。はい、言うて釧路のイオン。きついんじゃない。違いそうだよね、うん。札幌のイオンとまた。楽しみ。イオン楽しみ。これね、覚えてたんだよ。前回来た時に視聴者の方におすすめしてもらって食べれなかったんだよね。泉屋のスパカツ、うん、釧路のソウルフード、うん、これ見つけたら食べたくなってきて、2人で1個食べるか、食べるか、うん、食べよう。どうなんでしょうか、うん、これ、すごすぎ、マジ。すごいボリューム。食べる、ケン。いや、食べて、先に食べて。こういうのはケンが先に。カツ何枚入ってるの？結構早くなかった、出てくる。出てくるのめっちゃ早かった、うん、5分ぐらい。タレがさ、はみ出てんの。そうそう、いただきます。ちょ、そう、ナポリタンも食べたかったな。うまい。で、めっちゃうまい。どっちから行くべき？ああ、どっちだろう。麺から。麺か。二刀流。なんか麺ね、結構ソース絡めた方がいいかも。はい。熱いよ。めっちゃ熱い。気をつけて。デミグラスとなんかミートがミックスされてるような味、うんうん、ひき肉入ってるよね、うん、サクサクだよね、2人で1個で正解。あ、正解、うん、麺がね、ものすごい量入ってる。カツも8枚ぐらい入ってるし、アメリカンサイズ、うん、無事スーパーの買い出しを終えて、今銭湯に着きました、はい、銭湯の駐車場で、銭湯に行く前に車内のルームツアー、ちょっとルームツアーやろうと思ってたんだけど、こんなもう遅くなっちゃった。いや、でもまだ5時なんだよ。5時なんだけど真っ暗になっちゃった。8時9時に見える。今日はまずキッチンから行く。うん、キッチンめっちゃ収納スペースあるんだよね。うん、ガスコンロ、うん、こちらのケトルとか炊飯器だね。炊飯器もあるってすごいよね。冷蔵庫ね、結構入ったよ、うん、さっき入れたんだけど。ここが冷凍庫多分、うん、冷凍もできます。いいね、十分だね、うん、キンキンのビールはね、大事だよね、うんうん、冷蔵庫結構感動した、さっきなんか便利すぎて、うんうん、ラシックも順番とちゃんと入れてます。レンジ使えるの、うん、紙じゃない、すごいよね。やっぱレンジと冷蔵庫やからね、うん、いつもさ使えないじゃん、うん、普段生活でこの2つは必須だから、うん、こっち寝室、なんか最大で6名泊まれるんだね、うん、ここ外して引っ張れば伸びるんだって。よいしょ、すごいすごいすごい。こんな感じ、3人いけるけどね。いや、なんなら4人いけるよ、下手したら。でテレビもあるし、電源も2つ3つ、電源が最大1500ワットだっけ。ドライヤーもできる。ちょっとさっきここに来るまで10分間だけ私後ろに座ってみたんだけど、うん、玄関運転してくれてる間、うん、なんかもうこんなんだったのね。なんかもうこんな最高だった。いや、最高だね。でさ、ここのさ窓がめっちゃ大きいから、うん、なんか普段車で見ないような景色っていうか、あ、普通車ってまあこうなんかあるじゃん、境目が、うん、窓にオープンカー乗ってる気分っていうか、すごい景色広くて、うん、いいね。俺も味わいたいかも。運転してくれ。うん、古畑さん。ちょっと俺も体感してから明日ちょっと運転して牡蠣祭りまで。やっぱり天井高いのはいいっすね。なんか圧迫感あるんじゃないかなって俺思ったんだけどさ、めっちゃ開放的。綺麗だし、うん、まだ綺麗、うん、こんな感じで、うん、今日の夜はこの室内で2人で宴をするんですが、その前に釧路のサウナ付きの銭湯に行ってきます。
大気湯、なんか新しめだよ、ね、ロウリュできるって書いてあった、うん、あでこういうもちろんこういう駐車場では車中泊できないので、うん、お風呂入り終わったらなんか車中泊可能な駐車場に移動します、うん、あケイト俺言い忘れてたヒーター使えんだよねこれ。あ、そうだそうだ。そう、これめっちゃ重要な重要なこと。走行中はヒーター使えないんだけど、停止中のみヒーターが使えるらしくて、今ちょっとつけてみますね。これでつくのかな。すごいよね。徐々にいくのかな。あ、出てきてる。出てる？うん。暖房？うん。いやすごいね。これはめちゃくちゃありがたい。寝てる時も安心じゃん。うん。てかここで宴会する時、あったかくないとね。お酒進まないもんね、うん、最高。この生活してる人何？ケイトもあれでしょ、ハイエース欲しくなるんでしょ。完全にもう欲しい欲しい。おーよし、来年あるか。でもなんかハイエース、あそっか、このキャンピングカーもハイエースの改造なんだもんね。だからハイルーフでワイドロングのやつを、まあ、購入して、ずいぶん具体的な、はい、さっきプランあるね。中古でないか調べたんで早っ。でこれはねもう既存の引き出しとかトイレとかついてるじゃん。じゃなくて自分たちの納得のいくような DIY をするのさ。それでキャンプとか全国旅できたら最高でしょ。男のロマン。大人4990円、めっちゃ安いじゃん、ね、こんな安いことあるじゃん。すごいなんか有名人が来てんのかな。はじめ社長。すごい。藤森さん。小畑のお兄さん。大好き。へえ。大好きなんだ。サバンナ高橋。やば。やば。来てんじゃん。すごいじゃん。レジェンドたちが。じゃあ8時ぐらいにする？15にしとくわ。8時。レジェンド来てるって。分かった分かった。長いね。すいません。こんな感じなんだ。見て。露天も。うわ、これ。楽しめ、楽しめ。水あるか。あ、うん、ありがとう。準備いいな、うん。あんた遅いんじゃないの。8時15って言ったでしょ。ちょっと遅いし、すまん。ない、ない。1位かもしれない。全部1位でしょ。コスパナンバーワンか。これ490円。あ、450円、うん、ありえないでしょ。え、あのさ、これあった？ケン、あれがやばない。 あった？ないよ、ないよ、こっちはこれ、これなかったよ、こっちは。本当申し訳ない。これね、ガラス張りなんだよ。え、そう、ガラス張りなんですよ。で、スケルトン。何が見えてんの？外の整いスペースとか。全部ガラスなの？ガラス、ほぼガラス。女湯あれないけど、照明活動するわ。ん？差別？最高の日本一の過去一のサウナを出発しまして、今駐車場に向かってます。車中泊できるとこ、さっきの温泉から15分ぐらいのところです。相変わらずというか、雨はさらにひどくなって、波浪警報が出てて、はい、雨が横に降っております。ちょっと港でさ、海の状況を見て、ちょっとあまりにもしけてたりひどかったら違う場所探すか。橋のどこか。あ、思い出した。ここかな。ここじゃない？24時間営業の。これっぽい。やばい。きつ。
せっかくお風呂入ったのに髪の毛びしょびしょの体は完全に冷え切った暖房つけよう暖房つけよう、うん、こんな FF ヒーターって温まるんだな、ね、ありがとうね。じゃあ夢のキャンピングカーと夢の車中泊と記念すべき3度目の釧路に乾杯。誕生日おめでとう長っ誕生日長っ冷えてる。キンキンです。さすが冷蔵庫。ま、幸せなんですけど。抜け出せないね。抜け出せない。沼じゃない。キャンプ以上に沼じゃない。多分ハマったら。いつ終わるのこのピーク。だってだってやばいよ。怖い。え、だってもうえコーンとかすべて倒れてるからね。飛んでこないかな、大丈夫かな、え、てか、え、電柱がもうめっちゃ揺れてる。え、ほら、え、え、電柱って揺れるの、ね、え、めっちゃ電柱揺れてるんだけど、え、ここなんか大丈夫、落ちてこないかな。え、でもあと1時間ぐらいでは、今がピークではあるけど、うん、らしい。なんかせっかくね、この憧れのキャンピングカー借りる日なのに、もう思われで、うん、なんでこんなについてないんだろうって思ってたんだけど、逆にキャンピングカーとか車中泊のありがたさをめちゃくちゃ実感できてるっていうか。そうだね、実際、まあ、揺れはするけど中は無傷だから、そうそうそう、全く快適っていうか今、うん、やっぱりここからさ、もしテント張るとかさ、うん、100% 無理なわけで、うんうんうん、日程変えれないからね。今回に関しては厚岸のお祭りに、そうそうそう、もう決まってる日程で、だから本当良かったね、本当良かった。これキャンプだったらうちらもうめげてたか、うん、ホテル取って結構お金かかってたかとかだけどさ、車中泊だったらこの間のふもとっぱらの旅とかもさ、おあんななんか直前までキャンセルするかしないかにめっちゃ悩んだりさ、いや、まあ、あれはあれで楽しかったけど、うんうん、車中泊プラステントを持ってれば最高だなってやっぱ最高、うんうん、もう車中泊だけだと絶対キャンプしたいからさ、うん、あれだけど、なんかうちらあれ本当天気に全て左右された旅だったじゃん、うん、なんか車中泊だったら何にもみんな気にしてないんだなって思った。なんかまた違う目標が見えたような気がする、これを経験して。まだ初日だけどいい、めちゃくちゃいい、めちゃくちゃいい。こんなのは買えないけどさ、うん、なんかさ、男のっていうかうちらのお父さんお母さん世代のロマンみたいなの言ってたじゃん、うん、さっき貸してくれたスタッフの人が ね、うん、人がね、うん、なんかやっぱり憧れ、ずっと昔からキャンピングカーラフに憧れてた人多いみたいなさ、うん、父ちゃんと母ちゃんとかにこれプレゼントしたいよね。そうだね、行ってきなって言ってさ、うん、さっき喋ってたんだよね、プレゼントいつかしたいねって、2泊3日とかでさ、で安いのよ結構、まあ安い安いと思う、絶対ね、思ってたよりも全然、今閑散期で、閑散期だと半額になってるらしい。大丈夫だよね、うん、電柱が気になって気になって、なんだっけ、閑散期と繁忙期で、まあ、違うんだけど、今は閑散期で平日の金額が1万7000円らしい。これよりもちょっと小さめのやつがあるらしいんだけど、それは1万5000円って言ってて、1泊2日でだよ、で6人乗りで、もし6人で借りれば1人3000円ぐらいで、3000円いかないぐらい、2700円とか。
楽しめちゃうから。一応今のところ北海道最安値らしいよ。帯広の花火大会とかさ、いいねって言ってたんだよね。帯広の花火大会、宿とか取れないからさ。人気な、ね、ところ行くのには絶対いいよね。いいよね。っていうか、キャンピングカーは欲しいけど現実的じゃないじゃん。多分買えないじゃん。うん、一生。この1万7000円でレンタルした方がよく絶対いいと思う。めっちゃ美味しいんだけど。美味しい、うん、食べた食べた、うん、これ半額だったの。ヤンニョムタコ。タコ好きだね、ケイトは。ヤンニョムタコ半額170円ぐらいだった。ケント食べなさい、刺身。これ、まあ、釧路産なのかはちょっと分かんないけど、産地書いてなかったよね、うん、マグロがね、すごい上質で。いくらだっけ。結構した、でも1000円。結構したの。1700円。あ、ちょっと高いね。うん、まあ、うん、高くはないと思う。正直うちらがいつも半額で買ってるから、うん、ちょっと感覚麻痺って。これ絶対うまいだろ。最強、めちゃくちゃうまい。いただきます。めちゃくちゃ高級な寿司屋とかのマグロ、中トロ、超ねっとり。これスーパーのクオリティじゃないわ、やばいわ。長距離走ってきて、なんかその後に飲むビール、マジで最高だ。ケン、ありがとうな。ケン。なんかサバイバルな感じがすごい楽しい。ケンがいなかったらこんな経験できてないな。俺もだよ。一人では行かんしょ。サウナ入っててさ、整ってる時にさ、この先海外とか行けなくても、旅行でね。車とケンが行って、サウナ500円の銭湯、サウナ付き銭湯に入るお金さえあれば、一生幸せだと思う。わかる、うん、俺も結構同じこと考えたかもしれない。一緒に分かち合えてサウナ、パートナーかけるサウナ。運転も何もしてないのに、なんで眠いの？あんた何もしてないの？今日は大変だった。何大変だったの？めっちゃあんなに、オーライオーライ。ちゃんと起きるね。うん。いやいや、せっき。いや、無理無理。ケンが作ったのに食べれない。これいいって言った。ケン食べなさい。早く早く。申し訳ない。ボロボロし。うまい。うますぎじゃない？めっちゃ美味しい。最高の締めだ。一人一個いけたな。うん。うまそうに食うね。寝起きで食べれるの？かまじいみたいになってる。
何だっけ、名台詞なんだっけ、あー思い出せない。コバタのお兄さんのやつ何回も見たのに。布団もいる？いや、いらないわ、暑い暑い、めちゃくちゃ暑いです。このさ、カーテンみたいなやつ閉めれるっけ。おお、いいじゃん。お、でなんで下に短パン準備して履いてんのよ。短パンじゃないと眠れません。短パン、半袖で、このね、モコモコがね、素肌に当たるの気持ちいいんですよ、うん、短パン、半袖で、モコモコの毛布、できれば下も上も敷毛布と掛け毛布して、パジャマはゴムの締め付けが少ない結構大きめのサラッとした。いや、いいからそんな話しなくて。あんただよ、し始めた。すごい、こんな日が来るとは。あったかいね、幸せだった。本命は明日の厚岸の、そうです、うん祭り、うん祭りですから。結構全道的にも誰もが一度は行ってみたいようなお祭り、お祭りすごい人集まるらしい。私ほんと10年ぐらい前から行きたかったんだよね。俺も初めて行ける。しかもずっとコロナで開催されてなかった。3年ぶりの開催。またお昼行くので、それはまた次のところ。ちょっと明日は天気いいから、キャンピングカーもちゃんと外からとか中からとかいろいろ撮れるはず。そうだね。今日はなんかすごい狭い範囲でしか撮れなかった。無理でしたね。嬉しい日でした。本日もご視聴ありがとうございました。それではまた。いいね、ケン。早めに寝て早起きだ。広くすいだ。キングサイズだ。家のベッドより広い。おやすみなさい。